デスホライズンリーロードはバーチャルリアリティデバイス用ファーストパーソンシューティングゲーム2019年9月26日に発売された本作はオクルスクエストで利用可能でありオクルスリフト HTC ビブプレイステーション VR 向けに開発中のバージョンもある本作は2017年9月21日にオクルス Go 及びサムスンギア VR プラットフォーム向けに 発売されたゲームデスホライゾンの続編である。プレイヤーは自由にステージを移動し、様々な方法を選択してゲームをクリアすることができる。プレイヤーは2つの送るスクエストコントローラーを使って、両手でゲームアイテムや武器を操作したり、パイプ、ケーブル、はしごなどを使って移動したりする。例えば、射撃時に両手でショットガンを効率的にリロードできるほか、 片方の手でケーブルを掴みながら、もう片方の手でピストルを発射することもできる。ゲームの発売後、マルチプレイヤーモードの開発が発表され、2020年9月に協力プレイモードが追加された、主人公は放棄された研究ステーション、ホライゾンにいることに気づき、そこで彼はゾンビの大群との戦いに直面することになる。 途中でプレイヤーは研究施設の CCTV システムを通じて彼を見て口頭でヒントを与える未知の人物に助けられることになる。後のステージではその声は不意にプレイヤーの進行を遅らせようとし始める。ストーリーの最後にはゲームの主人公は謎の助力者と出会い彼らの主な秘密を知ることになる。デスホライズン D ロードの開発元は ロンドンを拠点とするドリームデーブスタジオ社である。本作は VR プラットフォーム向けに特別に開発されたものであり、オクルスクエストで利用できる。オクルスリフト、HTC ビブ、プレイステーション VR およびピコネオに向けの開発中のバージョンもある。本作は批評家から平均的なレビューを受け、オクルスクエストのトップ80ゲームのリストで36位になった。 ありがとうございます。